演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラ業務スーパーのチューロスを食べたいと思います。これもたっぷり、先日の大福に比べると半分の500ってことです。それでも十分ですよ。中身はちょっと溶けちゃってるのかな、なんかふにゃっとしちゃって、ちょっと残念なことになっちゃったんですね。でも揚げれば問題ないですよね。と言ってもこのままじゃ食べられませんので、では料理調理してきます。はい、出来上がりましたが、なんかめんどくさいのでまとめてあげようとしたらくっついてこんなことになってしまいました。やっぱり武将はしちゃダメですね。でもまあ終わりよければ全てよしということで、はい、ではちょっといびつですけどいただきます。いわゆるカリカリのチュロスとはちょっと違うかなとも思ったんですが、まあそこは自分の焼き方が悪かった部分もあるのかなと。味は外側はちょっとこう確かにカリッとした食感もあって、中はホットケーキのような甘さのあるもっちりとした生地で2種類の食感を楽しむことができてとっても美味しいです。これに書いてある通りチョコレートとかそういうのをやっても美味しいと思います。というわけでこちらのプレゼントさせていただきます。そして新年に強情っぱりかな福笑い、なかなか笑ってくれないんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。